身長美容。さて本日は久しぶりに ALP の話しようかなというふうに思ってます。で ALP ね、皆さんもまあ、ね、よくご存知だと思うんだけど、まあ、例えば車が今どれだけ走りますかって質問を受けたら、速さと時間のまあ積分値、まあもっと簡単な言い方掛け算ですね。60キロの車が30分走ると30キロ遠くまで行けるよっていうところですね。それと同じで身長どれだけ伸びますかって質問を受けたら、骨端線がどれくらい残ってるかでどれくらい今から走れるかっていうのが決まって、いわゆる時間がですよ、時間が決まって ALP って車で言うとスピードに該当するわけだよね。50キロの車なのか、100キロの車なのか、150キロの車なのか、まあ、そういうのを判定するのが ALP。 だから ALP ですごく重要なんだけど、ただ、全員が全員 ALP 見ればいいっていうもんでもなくて、具体的に言うと春季始まる前はあんまり気にしなくていいです。特にだけど5歳とか6歳とか7歳とかそこら辺ほとんど気にしなくていいですので、まあ、よっぽどね、そうすると ALP は例えばまあ30しかないとか、一方でまあ700あるとか、そういったことがあればもちろん気にする必要なんだけど、まあ本当に100数十とか、200いくつとか、その中でじゃあ100数十と200数十ですごく変わるかというと、まあ厳密に言うと変わるとは思うんですけども、まあ気にしなくていいです。やれることが変わるわけじゃないので、まあそういうところ気にしなくていいですので、まあ ALP に関してはね、春季入ってからが重要だというところね、そこぜひ覚えておいてください。それではまた。